いいね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。娘たち、エピソード3にお越しの皆さん、こんばんは。私たち、シュリューのトキーです。よろしくお願いします。気をつけレイはい、ということで早速一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、ファンサルあなたはロックは紫さんとラムちゃんこと阿部さんです。ラムちゃん、はい、青色担当、あ、違う、あなたの子から破壊します。青色担当、モナコこと春芽モナです。モナコ、はい、天性のアイドル力、ミカピ沼に落ちてみない。オレンジ担当、ミカピこと橘美香です。ミカピシーの時は静止画のみ撮影可能なのですが、なんと危ない今回は動画も OK です。やったたまたま撮ってたよおい、はい、皆さんたくさん撮ってハッシュタグシューの時で、ツイートしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、本日ね、定期公演完全無線定期ということでね、人がたくさんいてめっちゃ嬉しい。すごいね。あ、ちょっと見えないわ。暑いね。暑いね。煙ってて見えん。うん、今日ありがとうございます。来てくださって、みんなドリンクもらいました。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、なんか用事したんだけど、あ、そうだ、制服、制服を着てます。みんなかわいい。イエイイエイ。はい、ありがとう。現役。え、でも制服っぽいの着てる人ちらほらいるよね。あ、ほんとだ。スーツじゃない、普通に。え、スーツ。今日は制服ってことにしておきましょう。先生、お疲れ様です。ありがとうございます。お前の制服だぞ。はい、ということでね、週の時のコーナー残りあと2曲なんですけれども、おえー早いですけどね、またコラボとかもあるのでね、ぜひぜひ皆さん最後まで楽しんでいってください。はい、お願いします。はい、お願いします。ということで、早速次の曲に行きたいと思います。聞いてください。スタート。
終了になります。ありがとうございます。はい、ということで、ムープリちゃんをお呼びしたいと思います。ムープリちゃん、ちゃん、はいでー、来ないみたいだ、来ないみたいだ。喧嘩熱いね、めっちゃ熱くない？熱気がやばい、本当に。あの後ろの方までね、たくさん人が来てくれて嬉しい。ありがとう、目の前見えてるよ。ありがとう、見えてる、ありがとう。オレンジ振って、オレンジ。あ、むくりちゃん、入りづらい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 、やばいよな、サラダみたいだよ。やばいよ、熱い、すごいね、すごい、髪の毛熱い。はい、ということでね、今日はね、シェノコさんというのね、出演しているんですけれども、あの皆さんね、気になってると思いますが、セラから第3のグループね、楽しい地球というのが今宵誕生いたします。はい、今日はね、その口を広めというと、あらら、制服すごい出てる。助かる、助かる。あのね、口を広めということでね、じゃあ早速、じゃあね、もう皆さん見たいですよね。はい、じゃあ早速お呼びしたいと思います。楽しい地球の皆さん、皆さん、私はミッキーさんとか、あ
のミッフィーちゃん、あと羊の勝利とか、なんか超読み捨てたミッキーさんだけ愛が溢れちゃって白と黒で構成されてるキャラクターがどうも見るようにはい、白黒のキャラクターあれば教えていただきたいねちゃんはねちゃんドナルドが好きです。おそう2歳の時からドナルドに一目惚れしてずっとドナルドが推しです。おおはい、さっきも話したけどちいかわが好きで、あとはファビーが好きです。おおおみんなそれぞれなんかいいね、ね、かわいい、ね、ぜひドラえもんの方もドラえもんの何なんだよ別にドラえもん好きな子2人いるからね。そうですねドラえもん多分すごいあの紹介されると思うから。そうはい、次質問でした。はーい控えめじゃじゃーん、好きなアイドルは誰ですか？アイドルは3次元も好きなんですけど、私2次元がすごく好きで、アイドルマスターシンデレラガールズの尾形千恵里ちゃんと久川なぎちゃんを担当してます。あーすごいかわいいプロデューサーをさせていただいてます。はい、はい、私は、元モーニング娘。の道毛さゆみさんが殿堂入りで大好きなんですけど、現役だとワンスタの小玉りりかちゃんが大好きです。はい、私は盛り上がるアイドルがすごい好きなので、セスティムさんだったりチュラーさんとか、最近だと宴さんとかが好きです。私はハロプロがすごい好きで、今だとモーニング娘。のリーダーの久村みずきちゃんがすごい好きなんですけど、そうそう卒業しちゃうので、やめないでやめないでやめないでありがとうございます。やめないでやめないで。フェスティブさん好きな人がいた。私もめっちゃ好きで。あ、本当ですか？誰好きですか？え、箱押しすぎて箱押した、やめないです。そうです、ね、現場行こういいな募集しますはい、じゃあまだ質問ありた。はい、おお、じゃあラム、どうしてアイドルになろうと思ったんですか？哲学的な話だ私は以前7年半ほど他のグループでやってたんですけど、一回離れてあの吉本の養成所に行ったんですねで、改めてやっぱり歌とダンスが好きってことに気づいたので、もう一回アイドルやりたいなと思って今回やらせていただきます。私はですね、アイドルになれば歌って踊れてお芝居もできてバラエティー出れたり CM に出れたりって、こうやりたいことが何でも叶えられる素敵な職業だなと思ってずっと目指してたんですけど、どうしてもそのなることができなくて、去年諦めようと思った時に諦められなかったんですよ。で、諦められなかったってことは才能があるのかなと思って、はい、自分でね、再度チャレンジという形でこちらに今いる次第でございます。私は保育の学校に通ってたことがあるんですけど、保育をする中で子どもたちの夢をいっぱい聞いてきて、で先生は大きくなったら何になりたいって言われたことがあって、自分大きいけどなとは思ったんですけどアイドルがすごい好きなので、先生はアイドルになりたいなっていう話をしたら、大人でもなれるのって言われて、いや、なれよって思って混ぜてなので、そうですね、アイドルとして有名になって YouTube だったり TikTok だったり今の子たちが見るような媒体に出て、あの時の先生が出てるっていうのを感じてほしいっていうか、夢を叶えられるのを伝えたくてアイドルを目指しました。そうですね、私はなんかちょっと他の3人よりちょっとふわふわしてるかもしれないんですけどなんかアイドル、なんか辛い時見るとなんかいい気分になるじゃないですかだから私もそのいい気分になるようなパフォーマンスできるようになりたいなって思ってアイドルになりました。素晴らしい、素晴らしい。
私なんか、はい、ごめん、これね、段取りになかったんだけど誰も聞いてください。いい？大丈夫です。アイドルで立ちたいステージとかってありますか？おイベントでもいいし、箱でもいいし、なんかあればぜひはい、もう超王道なんですけど、やっぱり武道館が、いいね。はい、私は大学の時にアイドル風味な活動をしてたことがあって、まあ、分かる方には分かると思うんですけど、その時に一番こう最初の方に立ったというか、それが新宿レニーだったんですよ。で、まあ、そこももちろんこう思い出として大好きですし、職業アイドルとして帰っていきたいなっていう場所になるので、私は新宿レニーに立ちたいです。私はやっぱ大きい舞台に出たいので、ティフのメインステージに立ちたいです。私はみゆちゃんと一緒で、夢はでっかく武道館がいいです。いいですね。頑張っていきましょう。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで皆さん写真たくさん撮りましたか？たなこちゃん、制服姿が見えるの今日だけかもしれないのでね、みんなでたくさん撮ってあげてくださいね。なんか記者会見みたいな。はい、ということでね、じゃあ早速ね、次のコーナーに行きたいと思うんですけれども、次はね、ムプリちゃんが盛り上げてくれます。まだまだ新人なのでね、まだ新人なんですよ、負けずに頑張りたいから。まだ余裕しさはあると思います。どこでベテラン種すごいよ。はい、それではね、皆さんムプリちゃんのライブで最後まで盛り上がっていってください。それではムープリのステージ行きたいと思います。それでは聞いてください。あまたでした。早い。まだでした。はい、それでは聞いてください。雲の向こう側へ。
ちょっと遅刻したんですね。そう、びっくりした。
ってやってて、女子高生が2人いるんだけど、ちょっと怖い気持ちになりました。なんかだからあの高校のなんかトイレの中みたいな感じになってて、女の子がこうやって遊びやってる感じ。そうで、チロちゃんの制服ちょっと優等生でしょ。だからそれはまあだって優等生だもん。言わないで、言わないで、なんで嘘ばっかり。おいこのつと言われたんだ。普通大きい雨だったんですけど今日、うん、皆さんどうでした？楽しいチキンですね。第3グループって、ね、第3かっこよくない？かっこいいよね。いいね。うちら第2って感じでデビューしたわけじゃないから、え、そうね、そうだよね。そう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 。一応第1ではあるんだよ、セラだと。そうそう、セラでは第1だったんだけど、そう、えー、そう、えー、欲しいよね。はい、なんかね、楽しいチキンさんに負けないように、はい、私たちもね、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。うちら頑張りましょう。私頑張るよ。頑張りましょう。イエーイ。はい、で次がねラストの曲になるんですけれども、ここだけは喜んでる人がいた。ここだけはみんなで絶対に言ってほしいところがあって、あ、待って、次の曲はどんな曲なの。あ、そう、説明してなかった。説明してなかった最後の曲はですね、めちゃくちゃ可愛くて盛り上がる曲調となってます。はい、ここだけはみんなで言ってほしいところがあって、はい、曲の後半のおじさみで私たちが大好きっていうので、あれよあれすごいね、あれもって言ってください。お願いします。分かった。はい、いやそう、いやいや、それではラスト盛り上がっていきましょう。せーの、ガチ恋返し、やったー、やったー。
ガチ恋返しいかがでしたでしょうか。ありがとう。では暑すぎて前足がすごい、どこに行ってもモワモワする、やばい、すごい。次はね、いよいよコラボステージになるので、コラボステージ、シュウさんお呼びしますか。そうね、シュウさん、こんにちは。すごいね、暑そう、すごいね、熱気がだんだん一列目も見えなくなってきた。ついでに汗で目もかすめちゃう、かすめきた、ダメだ、はい、ということでね、ここからはコラボコーナーに入りたいと思うんですけれども、はい、はい、なんか見どころとかありますかね。すごい、めっちゃ汗かいてるね。やばい、そんなみんなもやばい君もやばい、やばい、言わなかった。あ、優しい。見どころ、でも結構ペアであの踊ったりとか、確かに歌ったりするところが、あとあの今日ね、恋人同士なので私そうだね、誰が何部屋かちょっと楽しみに楽しみにしてください。誕生カップル誕生、カップル3組爆誕するので、はい、頑張る。エモいよね、もうエモいね、エモいね、結構ね、練習も頑張ったのでね、めちゃくちゃ良くなってますので、はい、期待しててください。ということで早速いきますか。はい、皆さんコールお願いしますね。これ違うわ、そうじゃない、そうじゃない、じゃあいきます。悩める思い、しゃーしゃー、胸を乗らせ悩める思い、どんな時もずっとあなただけを見てしまうのはなぜか、we'll be right back.
うございます。皆さん一緒に踊ってくれてありがとうございました。ありがとうございます。ということでね、最後に、写真撮影を行いたいと思います。お願いします。